どうも、天ぷらです。袴です。忍びです。藤山に、いや、藤山以外の芸人に、いや、根立てすなわち野茂に、いや、ニヘラチオに、いや、カブトにひたすら仕掛けちゃう。パチンコリーチ。ここで何人がパチンコのリーチ、パチンコのリーチみたいになってる。もう外れ、結局外れたみたい。熱い熱い熱い、いや、外れるんかいになっちゃった。人もいらっしゃるかもしれないですね。ここで何人かがもう、あ、今日ダメだ、脱落しちゃうんですよね。早送りする。いるんですかな。カブトガイになるかもしれないですけど、ここはですね、DJI さんという、カーラッピング専門店ということで、今日僕の新車を、まあ、ラッピングはしてもらったんで、コーティングプラスフロントガラスの、プロテクトフィルム、はい、フロントガラス、はい、うん、はい、まあまあ飛び石対策の、はい、それを貼ってもらおうということで、はい、寿司企画として後ほど兜と一緒に来ます、はい、で全部作業をしてもらった後、なぜか僕がそのコーティングし終わった愛車をカブトに運転してもらおうみたいなノリを出します。おそらく嫌がるというか、いや絶対嫌がると思います。怖いんじゃないかな。でもまあそこは強引に、いや大丈夫大丈夫っつって、僕がまあいろいろ操作教えるからってことで、バックに入れる前に、まあ僕の車のルームミラーというか、ミラーじゃなくて、モニターなんで、後ろにこうカメラがついてると、ここが運転席だとして、ここに映る映像に、うん、カブトのお父さんが映ってるモニターに映るんですね、はい、なぜかこれカブトのお父さんなんですね。秋田どこか、秋田の十曲がり、十曲がり違いますよ。有名なとこですよね。そうそう、花火で大曲がり。なんだ十曲がり。八戸とかに引っ張られて、出てきた、はい、大曲がりにいるはずの新平さんが、坂本新平さんが、初めて見た新平さん、はい、これあの新平さんの許可は得てないです大丈夫なんですか。これ終わった後、カブトにいいって、カブトにダメだったらどうしよう。だから一応やってみて、カブトが、聞いてもらって、はい、ダメだったらこれオクラです。オクラですか。ちなみにこの写真はでもこれが流れてるってことが流れてたとしたら、はい、許可が得たっていう。ああ、なるほど。大学の先輩だから。ああ、そうだ。明治大学の。確かこの人は俺のことを大村って言うけど、藤田のことは藤田さんって言うから、あ、後輩だから近いから呼び捨てってことですね。そうそうそう、ちゃんと明治大学の、はいはい、やっぱもう明治は盾だからということで、この顔が出た時の兜のリアクションを楽しみましょう。どんな、さあ始まりました寿司企画、天ぷらです。袴です。兜です。忍びです。今日はですね、私天ぷらの、新車愛車、この間買った動画は流させてもらいまして、そちらのですね、フロントガラスにフィルムを貼りたいと、 DJI のオーナー長谷川圭一さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いや、あのタレントでユージ君いるじゃないですか。僕ユージ君と結構ゴルフ仲間とかで、仲良くさせてもらって、そのユージ君とそもそもそうです、交流を出していただいてて、ですよね。ユージさんの車の案内も施工させてもらってて、はい、でまああの大村さんが芸人で買ったということで、はい、紹介したいっていうふうにさせていただいたんで、ちょっと今回ユージ君に紹介していただきました、はい、カーラッピングの A1 チャンネル、うん、お知らせも入っていました。あ、カーラッピングのやり方とかをは、はい、配信してます。ガラスのボディとボディの間に、はい、結構ゴミが詰まっちゃってるんですよ、はい、いやだから仮高のな、この根元に、仮高の根元、仮高の根元にほら、チンカスたまんじゃん。チンカス、それと一緒よ。そんなもんですよ ね。ああ、いや、そんなもんだったこれがこの春、結構熱いわ。再開、うん、本当だ。なんだろうこれ、下敷きよりは薄いけど、うん、あ、さらにそれ剥がることか、あ、粘着があるからか。そうです、そうです。おお、よかった結構いったぞ今。おうわ、ほんとだ。全然大丈夫だ。あ、これはつかないわ、飛び石。お
なんとなく形を作ると。そうですね。まあ一応ざっくりサイズに切ってるだけなんで。なるほど。はい。ちょっと引っ張りましょう。あ、お願いします。このフィルムが剥がれてくることはあるんですか？ないです。ないんだ。ないです。で、まあこれで今ガラスの外側を縁ギリギリにラインを今取っていってるんですけど。はい。でもやっぱ1ミリぐらいの誤差は別にありますもんね。まあ全然1ミリとかはあります。あのどっちかというとちょっとちっちゃく切るんですよ。じゃないとフィルムがあのガラスの外に行くと剥がれやすくなりますよね。剥がれちゃうんで、はい。切れないですよね。これ気持ちいいですね。これ気持ちいいですか？ああ、ソーセージのね。ああ、取れていく取れていく。ガラス用のスキージーなんです。あ、これがスキージーです。ゴンベラです。ゴンベラ。ゴンベラ。ゴンベラって言ってくれよ。これでこれでしごくんですか？しごく。え、やらしいな。これでしごくんです。そう、うん、最後じゃんこれは。そうですそうです。これで次の工程としてはガラス記念したので、はい、で今これあの。施工液って言って中性洗剤と水を、ま、混ぜて割ったものがあるので、はいはい、それで、まあ、フィルムを滑らすんですよね。いきなりベチャッと貼っちゃうとあのベタベタになって動かせないんで場所を選べないので、まあ、施工するための液体ですよね、はいはい、じゃあ濡れたまんまでもいいんですね。濡れたまんまでじゃないと貼れないです、はい、乾燥したまんま、はい、ドライでは貼れない。濡れたまんまでいっちゃっていいんですね。もうなんか全部エロく聞こえな。でこんな感じで置いていくと、なるほど、ピトってくっつくし、はい、それで言ってもらえれば、はい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 、じゃあベロンだ、これがもう、ああ、脱がすな、はい、今脱いだわけですね。そうです、こんな感じで、あ、まあ、真ん中からでいいので、うん、とりあえず一旦、うわー、気持ちよさそう、上と下に、わ、最終的にもう本当にもうガラス割ろうかなっていうぐらいの力加減でグッていかないとフィルムが止まってくれないんで、水が入ってるんで、最初は優しくて最後は力強くってことですか。そうです、はい。童貞か。わでも綺麗ですね。全然、ま、ほんとすごい。わかんないね、はい、ね、貼ってあるのわかんないです。はい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 、綺麗だね、全然わかんないね。わかんないです。うん、わかんない。ただこれ最後じゃないですか。ええ、こっからもう一枚剥がすんですか。あ、上に、え、うわ、 あったんだ。本当はこんな顔してたんだみたいになってる。うわー、うわー、ベロンと、あ、おきれい。何だ、大丈夫です。これで空気を抜いていくと。そうですね、最後の。すげえ、完成しました。完成です。これで守れますよ。ありがとうございます。コーティング終わりました。よし。いや、長谷川さんありがとうございます。ありがとうございます。もともとそんなに時間経ってなかったので、もうこれに関してはもう見た目一切変わらないです。はい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 。一応まああのここら辺に。あの大間さんが乗ってた汚れとかがあったんで、もうあったの。それは事前に取りました。もちろんこの辺のレザーとかもコーティングしてるので、はい、白だけじゃなくて。うわ、はい、ありがとうございます。綺麗になりました。いや、完璧です。はい、本当ありがとうございます。さあ、ということでもうこれピカピカになったわけじゃん。はい。カブトに運転して帰ってもらって。誰に言ってんすか。大丈夫ですか。誰に言ってんすか。いやいや、もう新車道になったならもうやっぱ最初に乗ってもらいたいのはお前だよ。普通の車ももう僕無理なんですよ、運転。いけるよ、いけるよ。じゃ誰に言ってんの。無理です、無理です。いけるって絶対。マジで怖いです、マジで怖いです。やっぱド M なのかな、こういう絶対に事故ってほしくない状態の時にちょっとスリルを感じたいというか、ひりつきたい。バクバクやん。無理なんですって。中からと外からとにしましょう。まあいいな。外から多少動かしていただいて、途中まで行ったらまた乗せてもらうで、はい、動かし始めるところは外から行きましょうか。あ、そうしましょうか。はい。すごい緊張しちゃってるよ。いや、緊張しますよ。あれ、これって もっと前に出ないもんですか。あ、出るよ。じゃあまずエンジンさ、待って、はい、シートベルトした。あ、早っ、してる。しました。怖いんで。はい、うん、右がアクセル、あとミラー類がちゃんと
自分の見やすい位置になるか。はいはいはい、あ、いいね、しっくりきてるじゃん。あー、こわ。うん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 、冷気を吸いながら押してください。シートベルト俺もしなきゃ。はい、かかりました。うわ、ゆっくり、まあアクセルを踏む、踏んでみて、ゆっくり。あ、はいはい、待って待って待って、そんな急ブレーキしなくていい、そんな急ブレーキしなくていい。そうそう、うん、さあちょっと、そして待ってくださいね。まずパピーにしようか。ピー一個、あ、ここをね、ここがちゃんと横、あ、そうそうそう、ピーにしたね。あ、ピーになりました。で、ブレーキを取っていいよ、外していいですよ。外していいですか、うん、いや、これは無理だ。今から、バックに入れて下に入れるけど、まあまあバックに入れるときに大事なのは、はい、後方確認、はい、はい、後方確認してください。まずモニターとかちゃんと見てください。バックモニターです、バックモニター。えっ、おやじおやじね、気づくね、親父、親父気づくね、やってね、親父がいるね、ちょっとめっちゃ笑うよお前。いやいや、なんですかこれ。すっごい爆笑、大爆笑してるじゃない。いや、あの、本当に1週間ぐらい前にちょっと僕帰省しまして。ああ、そうでしょ。あの、はい、あ、それも ご存知です。その時のだって、はい、あの写真だから。その時のお前の X のポストした写真から撮ってるから。それ以外ないから、新平さん。だこれ、めっちゃ新平さん笑ってました。大成功でした。なんと後ろで、はい、こっちこの新平さんを映してたのは長谷川さん。どっから？え、ここのカメラに向かって。ちょっとその時の体勢お願いします。これだからここの後をつけた。ああ。いやいやいや、これ新平さん怒っちゃうかな。いや、まあちょっと、大村何やってんだみたいな。俺の顔切り取って、後輩が明治の。いやー、これは笑っちゃうわ。面白いな、何してんすか。大成功、ここまでがパッケージの動画ですから。これをやりたくてコーティングしてもらったようなもんですよ、はい、今日寿司企画じゃないです、徹底例です。朝とかの、今日6時間経ってますけど、徹底例です。なげえ。